マルイルさん、こんにちは。車はい、もう合格発表です。やばいって、もう、はい、経験したことないタイプの痛みだったんですよ。なんだこれと思って病院行ったら、もう私昨日の時点で本当に受験間に終わって、はい、始まりました、もちチャンネル。さあ、ピチ、はい、マルイルさん、こんにちは。車はい、次回は合格発表でって終わったら今日ですって言い出して、はい、今日でしたということで、もう合格発表です。やばいって、もう、はい、今から見るんですよ。はい、マルイル、え、何、怖い怖い怖い、受験番号入力してください。そもそももうだって来る時間も間違えて3時だと思ってました。すいません。でしかまだじゃないですか、合格発表って。合格発表12時からって書いてあるし、もうやばいやばいやばい。いや結構大変なメンタル状態で受けてましたからね。はい、こんなに明るくしてますけど、しんどかったんですよもう受けられないんじゃないかと思いながら、はい、しかも逆流性食道炎になりました。そう、いや何時に食べてるの、逆流性食道炎って。あのおっさんがなるやつあ、そうだ、これ携帯ここにあるとね、入るんですね、あ、電波の音が。まあまあいいや、はい、今入っちゃってましたか。わかんないです。いや、僕ら見れないんで。そうか研修の時にブチャブチャブチャ、やだ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 。そん、でもすごい、そうなんだ今。さあ、ちょっと待ってですね、逆流性食道炎はそれ何、夜中食べてるってことですか。違います違います、なんかあんまりなんかご飯もそんな食べてないんですけど、はい、なんか急に胸が、この、はい、胸、溝落ちの上、はいはい、痛くなって、はい、経験したことないタイプの痛みだったんですよ。なんだこれと思って病院行ったら逆流性食道炎でした。あの結構夜食べる人それになりやすいんで。あ、そうなんですか。え、そうですよ、それで寝ちゃうから。ああ、でも、あ、でも私結構寝る前に食べるとかあんまないですね。寝る前に食べる、だからサマーズの大竹がなって知りました。テレビでそれ見て、そうなんだ寝る前に食べるとなるダメなんだって。私は結構その太りやすいって聞くから、はいはい、それであんまり寝る前3時間食べないとか意識はしてます。そうなんですね、はい、おい食ってんじゃないか前から変わってないじゃないですか状態が食ってないんですよ。え、減ってますよね、どう考えてって。あの時空いてなかったと思う。あの時空いてましたよ空いてたんだ、あの時空いてた。そんな本当にいろんないろいろありました。あって大変な状況でしたからね。昨日とかも大変でしたからね、はい、大変でした、はい、だからもう撮影できないんじゃないの病院行きますって言ってみたいな、はい、はい、てんやわんやで、はい、よろしいですか。はい、え、誕生日、生年、ん、誕生日が違う、え、入力内容に誤りがないか確認してください。え、怖い怖い怖い、やだ、そんなオチ開けませんでした。違いました、あの受験番号じゃなくて座席番号入れてました。あぶな、3、4だから7桁ですもんね。はい、あ、これで多分いけます。え、結構ドキドキしますね。はい、します。いきますよ。はい、うわ怖い怖い怖い、はっ、いきます。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、あ、これスクショしといてください、まずここね。誕生日とか隠しとかなきゃいけない。誕生日は大丈夫です、はい、いやばやば、はい、あ、嘘、え、よかった、え、間違いじゃないですよねこれ。間違いじゃないです、はい、やった、すごい嬉しい、めっちゃこんな嬉しいですね、やばい、よかった、あー、よかった。嬉しい。いや、私正直ダメだと思ってました。英語マジで分かんなかったんですよ、英語本当に。なんかできたかできたかも分かんないぐらい分かんなかったんですよ。できたかも分かんないぐらい、両方イエスはイエスですけど本当になんか分かんなくて難しかったんですよね。結構黙ってたんですけど、そう、黙ってた怒られると思って黙ってたんですけど、あんまよく分かんなくて心配してたんで、はい、よかった、よかった、うわ、僕はでも大丈夫だとは思ってたんですけどね。本当ですか。そうだから過去問見た感じですね。あ、そっかそっか。それでほら、あのカンタロさんとかもっちゃんとか、はい、たくみさんいる中でね、はい、そう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 、もっちゃんがさ、なんで合格したらお寿司合格したらお寿司お寿司だって言ってましたね。そうそう、じゃあ合格だったらどうすんのって俺がね送って、はい、送ったんですけど、まあただそうそう、そこ書いてありまして大丈夫だと思います。だからそうそう、俺大丈夫だと思います。俺だったらそう言うから、いやって思って、あんま返信できなくて
大丈夫じゃなかったらこれどうなるんだろうと思って、え、本当によかった。過去本の感じだと大丈夫だと思ってましたけどね。よかったよかった、はい、じゃあちょっと、じゃあカンタロウさんたちのグループにそのスクショ送っといてください。はい、さっき撮ったよね。あ、撮りました。またちょっと送ったらどういうね、送ろう。え、どこだ、あ、どこだどこだ。そしたらまた、どこの大学か知らないやめてください、あのもっちゃんさんのもっちゃんのあの知らないなあの感じの写真ないから、知らないなあの感じの写真欲しいな。受かりましたって。受かりました。いや、じゃあこれで寿司じゃないですか。はい、なんかカンタロウさんのメッセージ来てましたね、そういえば。え、これ何だったんですかこれ。あ、やべ、見てない。俺も見てない。歌ってんのこの人。待って、何何何か歌ってんの。え、絶対に人生で必要のない発言でした今。何だったんだよ。あ、おもろ。何これ。何でもなかった。応援メッセージでも何でもなかったですね、はい、よかったよかった。人生で必要のない8秒だった。本当に、はい、あー、よかったよかったです。はい、まあね、これで本当に、はい、そんなすぐだったんですね、実践で。はい、あ、そうだ、先生たちにも送ってあげないと。そうだそうだ。すっかり忘れてました、ね、なんで先にカンタロウさんに送ってるんですか。そうです、そうでしたね、そうです。こんなに嬉しいんだ。そうですよ、嬉しいんですよ。そうで、先生にあの逆流性食道炎になったって言ったら、うん、次から次へと災難が続きますねって。合格しました、よかったです。でも実践女子のちょっと問題ボロボロだったので許さんぞみたいな。でもどうだろうな、手応えで言ったらどうなんだろう。実践女子のができたような気がしたんだけどな。あ、でも採点したらそんなことなかったから。そう、そんなことなかったです。ダメですね、もう、はい、わーい、これで、はい、受験料ゲットです。やったそんなシステムでしたっけ。合格したらもうその受験料はお払いいたしますので。やった、はい、なんとも、るいちゃんクレジットカードで受験料払えません。はい、口座に受験料払える額があります。はい、スパチャをお願いします。人生で初めての、本当に受験料がクレジットカードで払えること知らなかったですけど。本当ですか。そしたら引き落としがかかったらもう口座に残ってませんっていうのがおしまいです。もう水道代も払えなくなります。そうなんで、はい、もう全部スパチャも差し上げますので。本当よかった、スパチャも。いや、よかったですね。もうほら、明るいシーンしか見てないので皆さんですね、はい、暗いシーンの方が多かったので。実はですね。そうですね、そうなんですね。やっぱまあ動画っていうのもあるんで、その動画の場面しか皆さん見ないのでですけど、まあもうね、その先生側としてはもう大変です。申し訳ないです、本当に。メンタルがやられてしまっていて、メンタルがやられてしまって。そうなんですよ、まあ、冬が悪いです、全ては冬が悪い。冬が悪い、季節が悪い。受験なんか冬にするもんじゃないと。本当にそうです、おかしいです皆さん。夏にするもんです、受験は。なるほど、そういう感じでね、もう大変、どうしようどうしようみたいな感じで。はい、いや、結局いつの間にかね、日本史と古文漢文を捨てるになってます。本当に。でも11月の時点であれってなって、はい、私漢文も古文もやってないぞみたいな、日本史も一切手つけてないぞみたいな、貝塚しか分かんないみたいな状況で。なるほど、はい、という感じで、早稲田は、はい、僕は止めました、はい、そんな受験費をドブに捨てるのはもったいないと。そうですよね、それだったらそのお金でなんか別のね、なんか勉強に使った方がいいって言って、うんうん、言ったんですけども、はい、あー、よかった、よかった、無事に終わりまして。いや、アンドアンド、本当ですよ、アンドアンド。本当そうですよ。それで、じゃあまあ今後ね、実践の方も終わったら行くか行かないかを考えないといけない。そうか、遠いよね、多分ね、これね、はい、千葉県ですから。千葉県、千葉県まで行くのか、通うのか、それともまだ勉強するのか、はい、みたいなのをね、考えないといけない。だって勉強するってなったら来年のことですから、はい、もうさ、びっくりしたよ、るいちゃん今病気で病気でちょっと勉強できないそうですって来て、え、もう何、来年度に向けてスタートしてんのって思ってさ、本当に考えただけでゲロ吐きそうです、本当に。来年の受験のこととか。いやいや、もう逆流してたんだから、はい、すでに逆流しちゃいましたね、もうびっくりしちゃった。そう、それで来てたから、もう何、もうなんかもう次の年に向けてスタートしてんだって思って。私もめっちゃ焦って、じゃあ一回休ませてください。送りました、さっき。本当に一回ええって思って、もう私昨日の時点で本当に受験マニック終わって、はい、本当に安堵して、はい、それこそ本当に安堵してたんですけど、まあ、その夜にまた勉強開始しましょうみたいになって。ちょっと一回休ませてください。
逆流してるって。そう、もうだからびっくりして、そうそう、メッセージでルイちゃん勉強しんどいみたいですって来て、え、何勉強させてんのって思って、受験終わったばっかじゃないのって言って、そのスパルタの、そうそう、それでだから言ったんです、あ、ちょっとじゃあ、まあ、合格発表まではせめてちょっとお休みして、お休みでって言ったら今日合格発表でした。じゃあまた明日から。お休みがなかった。本当に、はい、ということで通うかどうかまた、はい、決めますんで、はい、ヤフーニュースにならないかな。なるかなるかということで、まあ1個受かっとくだけでもやっぱね、はい、あの気分違いますね、うん、全然違います、はい、たとえ次の年につなげるとしたって、うん、合格したって言って次の年迎えるのと、はい、何も受かってないで次の年迎えるのと、まあ、気分が全然違うんでね。確かに、はい、とりあえず良かったと思います。まああとはまだ他の人たちも残っているので、はい、はい、こちらですね、はい、ぜひ皆さんも頑張ってください。頑張ってください、はい、ご視聴ありがとうございました。オッケーです。よし。よかった。よかった。よかった。大丈夫だと思ってたけど焦ってた。私もめちゃめちゃ、てかもう大丈夫だと思わなかったです。